さ、あれ春といえば、なんかね、あの桜とか咲いてるんですよね。うん、見て感じするよね。そうだね。いいですね。でもね、春といえばやっぱりね、春学祭だよね。そうだね。そうだよね。私たち出演たくさんさせていただいてる春学祭のことも含めて告知をさせていただきたいと思います。はい、看板娘のぐだぐだラジオはピーチ FM83.82 で放送中です。次回の放送は30日金曜日22時30分からです。皆さんぜひ聞いてください。はい、そして来週31日は、ね、新潟県上越新高田本町商店街に遠征します。皆さん雪も溶けてきたのでぜひぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。はい、4月1日は岡崎市立見川丘会館で行われる春学祭2018に出演します。春といえば春学祭、桜はもう散っちゃってるかな。はい、そして4月7日土曜日は安土桜へ着く木戸橋公園で行われる木戸橋桜祭りに出演させていただきます。桜も多分散っちゃってるかもしれないけど来てください。はい、私たちは毎月第4土曜日に安城の中心市街地で行われているキーボーイチにて定期公演を行っています。私たちのステージ以外にもたくさんの出店や企画があるのでぜひ遊びに来てください。今月は今日です。みんな待ってるよ。その他私たちの活動は安城密着コミュニティサイトアンミツや YouTube、Twitter などインターネットでも発信しています。安城スペース看板娘まるで検索してください。